そうしましたら、これより2023年12月期の決算説明会を開催させていただきます。本日はたくさんの投資家の方々にご参加賜りまして、ありがとうございます。厚く御礼申し上げます。ではまず、2023年、12月期の決算概要について、ご説明いたします。2023年の連結売上高は322億8000万円。営業利益が42億300万円。経常利益が44億4600万円。親会社株主帰属当期純利益が30億4100万円でした。対前年の増減率は、売上高で31.8%減。営業利益が37.1%減、経常利益が35.3%減、親会社株主帰属当期純利益が34.6%減と減収減益となりました。昨年9月29日に業績見通しについて下方修正を行いました。今回の実績と修正予算との乖離率を表の右足に記載しておりますが、売上高、営業利益、経常利益、親会社、株主帰属、当期純利益、ともに修正予算と比べ、約1%の乖離幅で着地いたしました。続きまして、このスライドは、セグメント別の売上高と営業利益を示しています。当社は日本の親会社と2つの子会社からなる日本セグメントと海外現地法人11社からなる海外セグメントに分けています。それぞれのセグメント別売上高と営業利益を前年と比べ棒グラフで表しました。売上高は前年同期比で日本セグメントが36.9%減少の223億8100万円。一方、海外セグメントは16.4%減少の98億9800万円となりました。右側の営業利益のグラフでは、日本セグメントが37.5%減少の29億4600万円。海外セグメントは36.1%減少の12億5900万円となりました。続きまして、このスライドは、2022年と2023年、それぞれ当社グループ売上高の割合として、単体、国内子会社、また海外子会社は5つの地域に分けて示しています。個々の数値は記載していませんが、全体の売上高が2022年、473億円から322億円で31.8%減少しており、特に単体の売上高が減少しております。次に、今年のグループ業績ハイライトをスライド上の単体からご説明いたします。単体は、運賃の下落や取扱数量の減少が響き、減収減益となりました。こちらにつきましては、後ほど詳しくご説明させていただきます。次に、国内子会社です。UCI エアフレートジャパンは、航空貨物を主に取り扱う会社です。主力となる航空輸送における運賃の下落が要因となり、減収減益となりました。一方、フライングフィッシュでは、運賃の下落の影響により減収となりましたが、利益の確保に努めた結果、売上総利益では前年比で増益となりました。しかし、新システムの投資等により、販管費が膨らみ、営業利益は前年比で減益となりました。最後に、
海外子会社では、運賃の下落及び日本からの本載貨物減少の影響を受け、減収減益となりました。次に、運賃の動向についてです。スライドのグラフをご覧ください。こちらのグラフは、北米航路の20フィートコンテナ運賃の推移です。ご覧の通り、2020年8月頃から運賃の上昇が始まりました。そして、2022年4月をピークに、5月以降は下落し始め、2023年4月においては、ピーク時の7分の1程度まで下落しました。その後は一進一退の状態が続いております。今後の変動要因としましては、スライドの右上に記載しています通り、中米におけるパナマ運河の水位低下による運航制限、エジプトにあるスエズ運河付近での紛争により航路を迂回することになります。長距離航路への変更は今後、運賃が上昇する要因となります。次に、グループの売上減少に最も影響のあった、混載に絞ってご説明させていただきます。このスライドは、当社単体の2023年度の混載数量と売上単価の推移です。2019年を客としており、左側が輸出混載で、右側が輸入混載。それぞれが数量、上が数量ですね。で、下が売上単価です。まず、左上の輸出混載の数量のグラフをご覧ください。コロナ禍の2021年以降においては、世界的なコンテナ不足により、フルコンテナ貨物に仕立てることのできなかった貨物が本際に流れていました。2022年秋頃からコンテナ不足が緩和したため、再びフルコンテナ貨物としての輸送することができるようになり、本際貨物の数量は前年度比で 19% の減少となりました。そして左下の売上単価については、2022年は運賃が大幅に上昇しましたが、2023年度は前年同期比で 34% を下落しております。輸入混載についてですが、右上の数量は前年同期比で 11% 減少しましたが、左下の売上単価は 9% 上昇しました。これは輸入の場合は、海上運賃は現地で、支払われるケースが大半となるため、海上運賃が下落した影響が限定的であることと、2022年後半の CFS チャージの値上げによるものです。次まで次のグラフですけれども、単体の混載の売上高です。前のスライドでご説明した通り、輸出混載は前年同期比で数量と単価が減少した結果、売上高が 46% 減少しました。輸入混載については、輸出ほどではありませんが、3%の売上減少となっております。続きまして、連結の貸借対照表の概要をご説明いたします。当社グループの自己資本は、総資産の8割強を占め、これまで蓄積してきた利益のほとんどが現預金であり、強固な財務基盤となっております。続きまして、連結キャッシュフロー計算書の概要です。スライド真ん中の矢印にあります通り、現金及び現金同等物が、前期末より4億8000万円減少して、12月末時点の現預金残高は138億8500万円となりました。現金及び
現金同等物の変動要因を見てみますと、まず、営業キャッシュフローが26億4400万とあり、こちらはプラス要因ですが、その隣の投資キャッシュフローは24億6000万円のマイナスとなっております。このうち18億円が昨年5月の韓国における物流倉庫の取得代金の支払いによるものです。この物流倉庫の投資が主な要因となり、現金及び現金同等物が減少しております。次に、当社の投資の推移です。こちらの棒グラフは、上場以降の単体の貸借対照表の投資その他資産。折れ線グラフは、連結当期純利益から単体の当期純利益を差し引いた金額を子会社利益として表しています。この投資その他の資産の種の項目は、関係会社株式と関係会社貸付金ですので、概算ではありますが、当社がこれまでどの程度投資してきたかがお分かりいただけるかと思います。もう少し具体的に申し上げますと、これまで国内子会社2社と、ミャンマーを含む海外子会社12社を買収、設立し、また、前のスライドで少しご説明しましたが、韓国での倉庫ビジネスを拡大するために、26億円を韓国子会社に出資しましたので、一番右端のオレンジ色の棒グラフが大きく伸びております。折れ線グラフの連結当期純利益から単体の当期純利益を差し引いた金額は、基本的には子会社の利益と考えることができると考えております。そして、この折れ線グラフは、直近の2023年度は2022年度より少し下がっていますが、長期的には右肩上がりとなっていますので、当社はこれまで行ってきた投資は順調に実を結んでいるのではないかと思っております。当社では今後も積極的に投資を行っていく所存です。次に2023年から、スタートしました、中期経営計画の現在の進捗状況についてご説明いたします。まず、昨年2月に発表しました、2023年度から2027年度までの5年間の第5次中期経営計画について概要をご説明いたします。まず、当社グループが目指すものと、第5次中期計画についての基本方針を示しており、最初に当社が目指す目標として、国際物流における最高のソリューションプロバイダーでありたいとしています。そして、この目標を達成するために、今回の中期経営計画の基本方針として、本業である本妻の国内シェアトップ維持、拡大を図りつつ、第二の本業として、フォワーディングを徹底的に拡大し、真の国際総合ウェイトフォワーダーを目指す。そして、2027年に、グループ売上高については、700億円。当期純利益は50億円を目指すとしました。なお、この中期経営計画で申し上げます、当期純利益とは、親会社株主に帰属する当期純利益のことを表します。つきまして、では、ここからその中期計画の各施策に対する現在の進捗状況についてご説明いたします。まず、国内については、本妻事業は、事業のノウハウやネットワークを生かして業界地位を堅持し、安定的収益確保を実現しますとしましたが、こちらについては2023年4月に大阪本社と東京本社の2本社制としました。これは首都圏におけるより一層の営業推進や
情報収集の機能強化、並びにさらなる、事業成長のための優秀な人材を獲得することなどが目的です。また、東京本社では営業部を再編して営業体制を強化するとともに、品質管理担当を配置し、会場混載サービスの商品全体の品質を高めて、おります。次の施策ですが、オアデン事業については、グループ間の最適な組織編成により、売上と利益の増加を目指しますというものですが、こちらについては、まず、オアデンを強みとする国内グループ会社のフライングフィッシュから、インドネシア現地法人の経営トップに人材を起用いたしました。そして、ロジスティックソリューションチームを神戸から大阪本社に移管したことで体制を強化し、さらに事業拡大を図るべく、専門要員を単体と国内子会社合わせて9名採用いたしました。次に海外です。代理店については、さらなる関係強化を図るとともに、再編を視野に入れた効率的な運用を行いますとの施策に対しては、バングラディッシュで新たに代理店と契約を行うなど、代理店の拡大と新サービスの拡充を図っています。次に、新規拠点設立としましては、今後成長が期待できるエリアでの現地法人や駐在員事務所の設立を検討しますとの施策に対しては、昨年9月にインドネシア原本にてスライバイ支店を開設し、お客様の利便性が向上し、付加価値の高いサービスを提供できる体制となっております。最後に、既存拠点の業務拡大の施策としましては、現地スタッフによる地場企業向けの輸出営業のインフラを構築し、日本以外の輸出の獲得を目指すに対しては、先ほどご説明した通り、昨年5月に韓国の連結子会社にて物流倉庫を取得しております。引き続きまして、こちらは前のスライドの施策を達成するための投資戦略です。まず、M&A 等として、M&A、資本提携、業務提携により、既存事業の規模拡大やシナジー効果を生み出しますという施策については、M&A の案件の発掘からクロージングまでの分岐できる体制を構築しました。これらの体制により、現在検討中の案件を含めて、制約に向け取り組んでおります。次に、人材教育として、国内外ともに、新規事業、営業スタッフ拡充等の人材投資や、社員能力向上のための教育研修投資を行います。に対しましては、人事制度改革実施に向け、コンサルティング会社に業務委託を行っております。また、マネジメント支援や生産性向上のため、組織効果サーベイやエンゲージメントサーベイを実施しております。そして、DX として営業支援、業務効率化、顧客サービスの充実のため、一層の DX 推進を図りますに対しましては、RPA ツールを取り入れ、業務の効率化を進めております。また、子会社であるフライングフィッシュでは、物流可視化のプラットフォームを導入しております。次に、アセット事業として、海外を中心に倉庫などのアセットを取得し、事業領域の拡大を図りますに対しては、先ほどご説明しました通り、韓国にて物流倉庫を取得いたしました。最後に ESG、SDGs としましては、
指示コードにのっとって、のっとって対応し、特に環境分野については、温室効果ガスの削減対策を講じますに対しては、サステナビリティ経営のコンサルトと契約を結び、CDP の気候変動スコアリングにおいては、格付けを取得しました。そして、社内サステナビリティ委員会を立ち上げ、環境問題など、当社としてやるべきことを課題に挙げ、取り組んでおります。次のページは、今期の業績予想についてご説明させていただきます。こちらは、連結売上高、営業利益の業績予想です。ご覧の通り、今期は売上高340億円、営業利益は46億円と増収増益を見込んでおります。今回の業績予想の主な要因としましては、まず外部環境はウクライナ情勢や中東紛争により世界情勢の不安定化、インフレによる物価の高止まりの影響や景気の先行き不透明など等がありにより不確実な条件が続くと予測しております。しかし先ほどのスライドでご説明した通り、昨年から取り組んでおります組織編成による効率的な営業体制の成果が徐々に現れていることに加え、2023年後半より貨物の取り扱いが増加傾向にある UCI エアフレイトジャパンとフライングフィッシュ株式会社の両社も2024年度はさらにフォワーディングの取引を拡大させ、当社グループ業績に寄与するものと思われます。海外におきましては、韓国での走行事業を含むグループ間の連携をさらに深めて、活性化させることにより、当社グループの業績は2024年下半期以降、再び成長へ向かうことができると見込んでおります。ここからは、その他のテーマについてご説明させていただきます。こちらは SDGs への取り組みについてのスライドです。スライドの左上に記載があります通り、当社は経営理念のもと、SDGs と行動規範を関連付け、グループ経営推進してまいります。続きまして、このスライドは配当金の実績と予想です。2024年度は、2023年度同様、中間で40円、期末で45円、合わせて85円の配当を予定しております。当社は株主の皆様に安定した配当を実施することを、剰余金処分の基本方針としており、今後も当社の業績推移、投資案件、市場の情勢など、それぞれの指標に目を配りながら、バランスを取った上に運営を行っていきたいと考えております。当社株価と日経平均の推移をグラフに表しています。当社の株価は、浮き沈みがありますが、長期で見れば、おおむね堅調に推移していることがお分かりになるかと思います。私からの説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。